西明則は日本の医学者、学位は博士、久留米大学医学部教授、1960年生まれ、宮崎医科大学の医学部医学科にて医学を学び、1985年に卒業した。その後、久留米大学に採用され、医学部の助手として勤務した。1992年久留米大学医学博士、ダールソルト、センシティブラッドにおける、筋胃尿細管 NAK からアッテペース活性調節異常、ハイソルトダイエットの下でのドーパミンの影響マイナス。1998年には、同学部の講師に昇任し、2004年には、同学部の助教授に就任した。2006年、同学部の教授に就任した。現在では、久留米大学の医学部医学科に在籍し、薬理学講座を主催する教授として活動している。なお、久留米大学から博士の学位を授与されている。また、九州工業大学大学院生命体、工学研究科教授の夏目敏代級と共に、ブレインサイエンス研究会の世話人を務める。ドーパミン医学を専門としており、特に神経薬理学、小児科学、神経科学などの領域について取り組んでいる。1990年代にヒューマンフロンティアサイエンスプログラムの若手研究者グラントに採択されたこともあった。近年ではドーパミンに関する研究に取り組んでおり、ドーパミンによる情報の伝達などを手掛けている。この研究を通じ、パーキンソン病、統合失調症、注意欠陥、多動性障害、さらには喫煙といったドーパミンに関連が深い疾患に対する治療薬の開発を目指している。ありがとうございます。